の音は。さつきさん、どうしてここへ。何言ってんだ。うちの客を奪いに来たのはそっちだろ。かなり酔われているみたいですね。さつきさん、ここはお客様が夢を見るために来る場所です。迷惑をかけるのはやめてください。悪いお酒だね。少しおとなしくしてもらう。待ってください。京子、私はライブに来てくれるお客さんを金づるだなんて思ったことは一度もありません。ここもライブもお客さんが夢を求めて来てくれる。そこに何の違いがあるんでしょうか。二人の言う通りです。 DJ としてお客様にステージで夢を見させることとは何の違いもない。大体どうしてそこまで邪魔をしようとするの。今は自分の店だってあるんでしょ。関係なくありません。ここへやってきたお客様はどんな方でも受け入れる。それが今のアルターエゴです。ま、私はめんどくさい客はお断りだけどな。そういうこと今は言わないの。もしかして何か個人的な事情でもあるんですか。話して解決できるのであれば私たちに。危ない、ヒーロー。お客様、手荒なことはおやめください。ダリアちゃん大丈夫、ヒーロー。え、ありがとう。なんともないわ。おい、ヒーローに何しやがる。そこまでよ、あなたたち。まさきさん、まったく、その気性の荒さ、昔と何も変わらないわね、さつき。もしかしてお二人は昔何か因縁が。まあそんなところだけど、ご想像にお任せするわ。何を言ってるの。いつも私に突っかかってくるのはあなたの方なのに。まったく悪い子だな。本当は私を怒らせたいだけなんだろう。そのうるさい唇を今すぐ塞いでやろうか。さあ、どうして欲しいのか言ってごらん。つまりどういうこと。まさきさんの過去は謎が多くてね、自分たちにもよくわからないんだ。世界観が違いすぎる。まあ面倒事が片付いてよかったんじゃない。せっかくの雰囲気を壊して悪かったわね、みんな。でも結果的にはいい余興になったかな。客もすんげー盛り上がってたし。だけど問題はこれからもお客様がここへ足を運んでくれるかどうかね。そうね、京子たちにずっとダンスをさせるわけにもいかないし。なんだかお客様がざわついてますね。どうしたの？私に何か用かしら。まさきさんはアルターエゴのゼネラルマネージャーだよ。え？そう、ありがとう。待ってるよ、お姫様たち。
局一番盛り上がってる。ひょっとしてマサキさんがいれば私たち必要なかったんじゃ。そうかもね。でもみんなと楽しいひとときが過ごせてよかったよ。私もみんなに頼んでよかったと思ってるわ。ヒーローだけは別の楽しみ方を覚えたみたいね。ちゃんと葵が付き合ってやれよな。あはは、参ったな。